ファミマにね、ちょっと今気になってる、なんだ、ジュースね、ちょっとこっちでね、ここ行こう、ファミマに行ってますんでね、ファミマ、ちょっと後でまたやりますんで、お待ちください。ファミマのフラッペのね、これにちょっと最近ハマってますんで、ちょっと半田さんと一緒に食べてみます。半田さんはそうジョン混ぜてます。混ぜてます。でなんかだんだんやっていくと、はい、うん、あの吸えるようになるんで、ちょっと先にコーヒーだよね。あ、辛い、これハバネロいっぱい入ってない。ハバネロ入ってない。ハバネロは入ってないな。うん、ブートジョッキーが入ってるけど。あ、美味しい。美味しい。これいくらですか？300円ぐらい。所長が買ってくれたんで分かんないですよ。300円ぐらい。そんなもんですかね。でもね、面白いでしょ、あんな機械の中にコーヒーをブッて入れてね。うん、こう今、ちょっと、美味しい美味しい。はまってるんです。美味しい。美味しいですか？はい。じゃあ、また毎日休憩の時にね食べていただいて、どんどん太っていただければと思います。はい、はい、どうも、はい、ちょっと私が甘いもので半田さんがどうですか。いや、美味しいし、美味しい。え、抹茶。いや、抹茶ですね。抹茶、まあ、意外とマリナちゃんいたぞ。ターゲット来た。大村さんやめて、死んじゃうから。ターゲット見つけた。マリナちゃんがターゲットを見つけたそうです。あー、いた。あ、危ない。もうちょっと。あれ、辛いやつ。あ、飛んじゃった。うん、はい、マリナちゃんの、はい、あーん、おいしい、おいしい、最高。どうした辛い？嘘。マジっすか。いや、あの、かわいい顔して、それがマジっすか。じゃあ今からソースをかけます。うわうわ、ちょっと森ちゃん。うわー、すげえ。やばいな。うわ、匂いはいいんだけどな。ね、見た目でもお腹いっぱいになっちゃった。かわいい顔して。いただいております。もう先に食べました。早いなぁ、俺。どうですか、マリナちゃん、味は。美味しいです。ハンちゃん、どう、味は。美味しい。そっか、マリナちゃんはごまつけだよね。ごまだよね。で、大月さんは、あの、シンプルなラーメンでね。はい。炭水化物に炭水化物ね。エキストラさんのことです。一人呼んで。